レッツポジティブ僕はデブ。どうもホラッキンです。今回プレイさせていただくゲームはこちら、ドラゴンクエストビルダーズアレフガルド復活せよ、プレイしていきたいと思います。体験版からの続きとなるので、今回でパート2となりますね。ここから見る人のために軽く説明させていただきますと、竜王に支配されて闇に覆われた世界をマイクラチックなゲーム性でね、街を復活させていったりねしていくゲームです。それでは早速プレイしていきましょう。スタート。さあ、体験版とね製品版がね、セーブデータが共通じゃなかったんで引き継げなかったんで、またちょっとやり直しましたね。でここ旅の扉を置くところで体験版終わっちゃったんですけど、ここまでやりました。でこのおっさんに話しかけて、おお、旅の扉を開いたのだな、素晴らしい。今お主が求めるものを得られる場所につながるという、物を作るビルダーの証とも言うべき大木槌。そう、前回ねそれ言われて終わったんですよね。大木槌なら硬い木や岩を、そう、土しか掘れないんで木とか岩とかはカチーンってね弾かれちゃうんですよね。だから壁を、もっと強固な壁を作るには岩とかが必要なんで、この町をさらに大きくできるんだ。わかりました。作り方はその名の通り、魔物の大木槌なら知ってるはずだ。大木槌の作り方を探り、実際に作り出し我が輩に見せてくれ。わかりました。じゃあ旅立つよ。ウィーン。体験版ではねこれ戻ってきちゃったんですけど、お、大丈夫。なんか宝箱っぽいのが、古い紙が入っていた、文字が綴られている。メルキドの荒野を旅する者よ、導きの玉、地面に置くとコンパスにその位置が示される不思議な玉だ。道を失いかけた時や、もう一度訪れたい場所がある時、この玉をその地に置けば目印となるだろう。お、便利な道具。ガンダル、メルキドの冒険家ガンダル、ガンダルフの親戚。え、ないけど、あ、あったあった、取れた。オッケー、あ、いる。これあれだよね、ブラウニー。いて、強え。やっぱ強い。髪の扉で移動した。あ、初めての毛皮、革の鎧、強そう。革の盾のレシピが一気に、よし、こっちの何スライムだったか忘れたけど、スライムベムだったっけ、なんだっけ。よし、初めて赤い油、旅人の服、染料。おお、どんどん新しいモンスターを倒していけばレシピを覚えていくってことですね。どんどん倒していこう。ちょっとこっちは強いな。いて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 、回復を、回復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 、傷薬、危ねー。お、なんかあるぞ。退屈だぜ。大木槌の里案内所。お、こいつか。おお、お前は人間じゃないか。さも当然って顔で家に入ってくるとは、向こうを見ずというか大胆。いや、案内所って書いてたじゃん。まあいいさ、俺は昔から人間が嫌いじゃない。そうなんだ。それで俺に何か用か。ちっちゃいな。なに、大木槌の作り方が知りたいだと。お前はなんてエッチな質問をするやつなんだ。エッチなの、大木槌って。何、お前らモンスターにとってなんかやらしい意味があんの。俺たちが持っている道具のことか。大木槌の作り方はこの先に住んでいる長老なら知ってるはずだぜ。あ、またね、あっちこっち行けって感じね。屋根の炎を目印に探してみろ。屋根の炎、人間これをやる。俺からのお近づきの印だ。看板、もうありがとう。なんか分からんけど、もうこれ叩いたら、あ、看板取れんじゃん。初めて豆、枝豆も取れた。おお、食料には困らないねこの世界ね。あー、骸骨も、
めんどくさい、この場所戦うの。ちょ、倒しとこう。こいつもまだ倒してないから。あ、布か、布も手に入る。こいつから布が手に入るのね。よーし、屋根の炎。お、近っ。てか近いな、かなり遠いもんだと思ってたけど。これ分ける必要あった？案内所とか必要だった？ここにでかいな、一匹だけでかい。こいつか。おお、これは珍しい。お主は人の子か。わしは大木槌の長老じゃ。滅びを待つ哀れな人間よ、わしに何か用か。おお、大木槌の作り方を知りたいと申すのか。まずはの、息がよくてピチピチとした大木槌を腹ばいにして。おお、お主が知りたいのは道具の方の大木槌か。だから何なの、どういう意味なの大木槌って。おちんちんのこと。作り方はそう簡単に教えられぬ。何もそこまで分かりやすく落ち込まずとも良いではないか。ほ、そうじゃ。実はこの家の天井に穴が3つほど開いてしまってな、自分で修理しようと思ったのじゃが、なかなかうまくいかず困っておったのじゃ。雨が降ると雨が漏れ出してかなわぬ、わらどこで直してくれると嬉しいのじゃが。どうじゃ、お主に直せるか。この辺りのツタで紐が作れる。紐があればわらどこを作れるはずじゃ。大木槌の作り方と機械じゃ。天井の修理をよろしく頼む。天井、ちょっと見てみよう。紐ってこれか。あ、ツタってこれか。これで紐を作れんのね。まあ、自分で作れよ。お、取れた取れた。で、都合よくあるね、この3つ。まず紐を作りました。あ、10本手に入るんだね、1回で。で、わらどこも作れちゃう。お、作れちゃう。丈夫な草と紐で。お、できたよ。よし、これをここに埋めていけば簡単なお仕事。秘宝だとかなんとか言ってたけど、これだけで教えてくれんの。それとまたなんかお使いさせられんのかな。天井の穴を直してくれたのだな。いとも簡単に天井の修理をやってのけるとは。まさかお主は物を作る力を持つという伝説のビルダーなのか。屋根を直しただけでそんなこと言われるんだ。どうでもよいこと。お主のこともわしは見なかったことにしよう。まあ魔物だからね、いわば敵だからね。俺その数を増やす一方じゃ。人間と我々の今の在り方が必ずしも正しいとは思えぬのじゃ。まあ、そういう考えのモンスターもいるってことね。人間が多すぎるのも確かに困る。このままで世界の調和というものが。よし、竜王様には言えぬが、ほんの少しだけお主のことを助けてやろう。これ約束だった大木槌の作り方を。おお、ありがとう。イエーイ、いいおっさんだった。雨漏りも治ってよかったね。ここから雨漏りするけど、まあ頑張って。じゃあ行きましょう。とりあえず戻ればいいのかな。おっさんのところに戻って、大木槌、あ、そうだ、大木槌の作り方レシピを知らないと。大木槌、太い枝、あ、これだけでいいんだ。太い枝は持ってるもんね。ちょ、いっぱい持っとこう。やばい、結構やばいな。よし、逃げよ、一旦逃げよ。戻りましょう。あ、そうだ、キメラの翼もあったんだ。キメラの翼に戻れんのかな。さあ、じゃあ作ってこのヒゲのおっさんに見せればミッションコンプリート。
できた。さあこれでロロンド、おお、よくやった。ついに大木槌を作り出したのだな。大木槌を使えば今まで壊せなかったものが壊せるはずだ。よし、木や岩を、どうや石炭などの鉱石があるという、手に入れれば新しい何かをひらめくだろう。実際に作ることでさらに新しいものが作れるようになるはずだ。ロッキーを手に入れた大木槌を存分に使い、手に入れたことのない素材片っ端から収集してみるんだ。分かった、新しいものを作ってみる。近くの木を、そうだ、近くの木をまず叩いてみよう。キメラの翼もらった。まず装備しないとね。装備しました。これいけんのかな。通常の武器で叩いてもこういう感じ。大木槌で叩くと、きたー、木材ゲッツ。それでもう一回おっちゃんに話しかける。おっちゃんどこ、おっちゃんどこ行くの。たくさんの素材集めておるのなら持ち物の管理手こずって、そうそうそう、持ち物がねちょっといっぱいになっちゃってね。うん、素材集めに精を出すお主のために大倉庫、おお、恐ろしいほど便利になるだろう。作り方を教える。早速作って、まず我が家に見せてくれ。わかりました、ひらめいた。あ、またなんかあそこ、あいつもびっくりマークついてる。先に倉庫を作ろう。木材、あ、今さっき手に入れた木材を、あ、まだ必要だね、8個必要だから。ベンチも思いついた。フェンス、これ敵が攻めてきた用のね、攻めてくるんですよね、この拠点にね、敵がイベントとかでね、定期的に。持ち物いっぱいになっちゃった。だからやっぱ倉庫が必要ってことですよ。木材を作って、で、倉庫、何が必要だったっけ。壺、あと1個壺ね、壺を作って。ベンチャーでも何に使うんだろう、休めんのかな。さあ倉庫作ったよ。これでもどこに作るだけでいいのかな。とりあえずこれで話しかけて、町のどっかに倉庫置いておけば、素材集めの間持ち物がいっぱいになっても打ち切れなかった素材自動的に集め、大倉庫なんか入れておいてくるのだ。おお、どこに行っても取り出せるぞ、素材集めできる、ありがとう。銅もあるんだ、銅あったら銅の剣とか作れんじゃないかな。炉が必要なんだ。宝石を手に入ってないのかな。大倉庫と大木槌を活用して、大木槌の里の斜面から採掘してみるんだ。分かった、ありがとう。まずこれは、これでも置かないとね、とりあえず後から設置変えれるから、ここに置いておきましょうか。こいつはそんなとこにいたら降りるんかい。ロッシー、おい、フラッキー、あのピリンって子から聞いたぜ。この町をもっと大きくするために新しい仲間が欲しいんだって。実は俺にちょっとした心当たりが。おお、大木槌の里の奥に細い道で陸とつながった小さな島がある。ここに来る途中、その孤島でトカゲを見た気がするんだ。もしその気があるなら行ってみるといい。誰か連れてくりゃピリンも喜ぶかもな。でするな、町の外にも部屋を作るといいぜ。いろいろ教えてくれてありがとう。壊れた家を見ることがあるだろう。ここを修理しておけば、冒険のちょっとした拠点になるはずだぜ。コンパスをよく見て、町人になりそうなやつを探してきてやんな。ありがとう。
こいつ口悪いけど親切だね。あ、お腹空いてきてる。あ、やばいやばい。ピリンちゃんが作ってくれてるかな。あ、目玉焼きが1個ある。取り出そう。目玉焼き1個。ここに卵はどこにあったの。なんかしまおうか。いらないものをしまおう。これしまって、傷薬いるね。看板はいらない。豆もしまっておこう。ツタもいらないね。ここら辺はしまっても大丈夫そう。よし。あ、もうちょっとお腹満たしておかないといけないな。いいんじゃないの、他に。自分で取ってくるか。桃を取ってこよう。キノコでもいいな。キノコ取って料理してもいいかも。よし、まずこれを食いましょう。これしか満たされないのか。こっちにもあるね。食べ物にもお腹にも気を使わないといけないっていうね、不思議なダンジョン系のゲーム性もちょっと引き継いでるような。仲間、あれだよね、大木槌の里の奥っつってたから、こっちから行った方がいいってことか。この先のこと、あ、でもちょっと岩を砕いてみたいな。この下はなんかありそう。あ、なんかいるぞ。あ、ここか、ここのこと。もうここ、あ、なんかいる。てかちょっと暗くなってきたな。話せる。おお、君は人間だね。人間、人間、人間。長老と同じで人間のことは大好きなのさ。だけど君もこんなところに落ちてきちゃうなんて大変だったね。僕はこの崖の登り方を教えて。おお、土は粘土。人間に分かりやすく言うとブロックってやつを空中に置けないけど、何かに貼り付けることはできるんだ。ちょっと見ててよ。あ、そういうことね。こういう風には置けるってことか。実際にやってみてよ。どうするに目の前に置けってことか。お、ちょうどよく。何が入ってる。あ、これ何。あ、命の木の実。きたー、ありがとう。これでロッククライミングがしやすくなったってことか。中に置くことはね、ここは置けないね。こういうとこには置けない。一段下置ける。よし、とりあえずこの9の方っていこう。新しい仲間をね増やさない。あ、でも夜になっちゃうな。まずい。夜になるとモンスターが強くなっちゃうから。あ、そこになんか誰かいるか。まずい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 。来た、なんか来た。塞いどこ。部屋が、あ、完成した。え、あ、ちょっと寝る場所もある。なんという、もう仕込みかっていうぐらい。ここで寝よう、これ朝まで。さすがドラゴンクエストだね。これ作り方がね、もう丁寧だよね。困った時にちょうど来てくれるっていうね。ここは、ここはまだ土だよね。これは土。どれが岩。岩とか銅とか。これは岩かな。あ、来た来た来た。石か、これは石の剣。おー、強そうなの来た。石のテーブル、石の椅子。おー、いろいろ作れるね。石の階段、石の作業台。もうこの石だけでかなりパターンが増えた。あ、薬の葉。いや、もう何でも触んないといけないな。
ただのさ、オブジェクトかと思ったら、この白いのは、これは何でもない。これは取れない。あ、宝箱ある。何これ。初めての世界地図、地図を見る。おお、ドラクエ。左下結構広いんだね。どれぐらいある？10個ぐらいあるよね。小分けされてるんだ。面白い。まだまだ世界広いってことか。石は持っていこう。これは取れないっつか。9を目指しますか。あ、これが細い道、これが言ってた細い道か。ここ渡っていけってことね。よし、石は結構必要になりそうだから持っていきましょうか。こうやって横着せずにね、どんどん取っていかないと。なんかこの上にもありそうだな。なんかいかにもっていう。さつたを使って上に登って、何もない、ただ高いだけ。あ、これ落下ダメージもあんのか。よし、あそこに松明が。だいたい松明あるところには人がいるんだよね。松明じゃん、焚き火か、間違えた、焚き火ね。来るな。え、何、中二病。誰だ君は。 ここは危ない、早く逃げるんだ、早くしないと死ぬぞ。なんでモンスターを倒せ。え、あ、来た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 、人間だ。ちょっと待って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 、二人がかりはずるい。そんなに強くないぞ。ほら、一旦回復しておこう。ちょ待って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 、回復させて。ゴミ光になれ。よし、一匹やった、ご了承。待って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 、回復のスピードの方が速いから。よーし、倒した。人間ごときに。おめえも骨だろうがよ。すごいじゃないか。魔物たちを倒してくれたんだね。状態のいいヒノキの棒を拾ってね、調子に乗って魔物に戦いを挑んだらこのざまさ。君はまぐれで勝てたかもしれない。まぐれじゃねえよ。魔物に手を出すのはやめて、ひっそり生きていこうじゃないか。それじゃあさようなら、これからの君の幸運を祈っているよ。え、なんだって旅の扉の先に人間集まる町がある。それで僕のことをわざわざ探しに来てくれたのかい。分かった、どうせ行くならあてもないんだ。君の町ってところに行ってみよう。僕の名前はケッパーだ、よろしく頼むよ。キメラの翼を持っているのは使えば。あ、そうだ、使おう使おう。これ楽ちんに帰れますね。拠点に帰りますか。帰りましょう、行こうぜ。頭を強くぶつけた。あー、伝統のやつだ。ここだったらぶつけないかな。俺はぶつけないけど、この子はぶつけちゃうんじゃない。よし、入ろう。便利。さあ、着きました、新しい仲間が。おお、すごいや、こんなところにこんな場所があっただ なんて。力がみなぎる。頭の中もすっきりと冴えてきた気がするぞ。この中にいると、この竜王の魔力みたいのが解けて、考える思考がつくんだよね、きっと。次こいつか。新しい町人を連れてきたんだな。ひょっとしてあいつのクソ兵士気取りのやつとかじゃねえだろうな。また危険なのが来たな。あんなやつの居場所
教えるんじゃなかったぜ。ん？どうして兵士がいたら危険なのかだと？人間は集まるとろくなことがねえ。それが戦いたがりのやつならなおさらだ。 お前はどうして要塞都市だったメルキドの町が滅びたか知ってんのか？あ、城塞ね。城塞、悪いことは言わねえ。これ以上は人を集めたり町を大きくしたりしねえことだ。とりあえず苦労かけたな、ホラフキ。一応礼だけはしておくぜ。命の木の実ありがとう。が持ってんなら最初からよこせよ。あ、このマークは。ふむ、ホラフキよ、どうやらまた魔物たちがこの地に迫っているようだ。以前よりも仲間は増え、作れるものも多い。しかし油断は禁物だぞ。戦いの準備できてない、できてない。戦いの準備しないと。石の剣、おお、石だけ作れるんだ。きたー。装備してみよう、石の剣。これか。11、これが8、コンボが5って考えたら強いね。他に旅人の服、革の鎧は作れないけど、旅人の服を装備しておこう。このみすぼらしい服よりはいいでしょう。盾も欲しいな。あ、でも盾だったら鎧は銅のインゴット持ってないから、革の盾だけ作っとくか。装備、まずこれを装備して盾を取りに行こう。毛皮が何個か、3、4個あればいいよね。よし、出てこい。あれ、いねえぞ。ブラウニー、ブラウニー、いたいた。さあ、この石の剣の威力を、まあちょっと強くなってるね。よし、こいつは、こいつから剥ぎ取れないかな。さすがにできないか。いや、そこは無理でしょ。浮いてるじゃん、あんた。これは無理だよ。で、防御力がな。旅人の服かっこいい。ドラクエ6のね、テリーの装備みたいな感じ。よし、とりあえずこれだけ。あと1匹こいつやって、よし、これでいいですね。これで回復して挑めば、まあ、勝てるでしょう。前回も結構苦戦したんでね。さあ、次どんな敵が来るのかな。ちょっとお腹も空いてきてる。よし、じゃあここで、あ、木材も取ってこないといけないんだ。木はいっぱいありますからね。さあ、木材を、よいしょ、これも取っていこう。よし、ゲッツ。さあ作れます。違うか、木材にしないといけないのか。一旦木材に加工、そして革の盾できたー。さあ、装備きたー。様になってる。これと、おお、全然見違えてる。違う。よし、じゃあ一旦寝よう。満タンにしてから挑もう。さあ、さすがにこの装備だったら負けないでしょう。しまう。
ップもしまって、よし、いざって時はね、回復を使って、さあおっちゃん、戦いの時だよ。魔物たちが迫ってる。以前よりも仲間は増え、作れるものも多い。しかし油断は禁物だぞ。わかった、行くぞ。仲間みんな戦いに参加してくれんのかな。竜王軍バトル来た。あ、お前らか。お前の長老と、お前らの長老と友達なのに、なんで襲ってくるんだよ。いて、あ、そのこいつら会心の一撃、いて、回復しよう。ほら、もうなんか技使えたらいいんだけど、キメラまで行きやがった。くそ、モンスターの卵、え、モンスターの卵なんてあんの。全部倒したぞ。他いる。あ、体長は、あ、でかい、長老サイズ。ごめんよ、屋根を壊したから怒ってんのかな。怒ってきたのか。あー、やばい、あぶね。よーし、倒した、イエーイ、バトルコンプリート、やった、勝てた、ありがとう。それじゃあ今回はね、この大木槌を手に入れて、いろいろクラフトの幅も広がりました。この町もね、より大きく、より強くなっていくと思います。それでは今回は一旦この辺でお開きにさせていただきたいと思います。それではまた見てください。